富田六郎は、日本の競馬騎手、調教師。1937年に騎手デビュー。兵役を経て、太平洋戦争後に、障害の最高競争、中山大障害で2勝を挙げる。1957年より調教師に転じ、1987年の宝塚記念など重賞8勝を挙げた、鈴パレードなどを手掛けた。1996年に引退。日本中央競馬会調教師であった、富田和幸は長男。1920年、福島県田村郡、洋田村に、8人兄弟の末子として生まれる。両親を早くに亡くし、小学生時分から、慈恵夫婦の下で育った。高等小学校を経て、福島商業学校に進んだが、校庭に生えていたクルミの実を無断で取っているところを、見とがめられ停学処分となり、これを機に中退する。競馬好きだった兄の勧めで騎手を志し、一度は中国、大連の競馬場に行くことが決まったが、福島競馬場の職員から危険であると止められ、断念。その後、一人の調教師に入門を断られた後、兄の知人であった旅館主人の紹介で、東京競馬クラブに所属する中村和夫への弟子入りが決まった。1937年より騎手としてデビューしたが、中村厩舎には兄弟子が多かったこともあり、騎乗機会に恵まれず、さらに1941年からは兵役に就いた。中国の戦線を転々とし、終戦後は一時中国軍の捕虜となったが、1946年春に帰国。戦中に休止されていた競馬が、同年秋から再開され、富田は、高木良三厩舎に所属して、騎手として復帰。しかし以後も、騎乗機会を求めて、所属厩舎を頻繁に変えた。三上常義厩舎に所属していた1952年、勝城で中山大障害を制し、重賞初制覇を果たす。翌1953年より一時フリーのみとなり、1954年に同厩舎の銀桜で再び大障害を制した。1956年に日本中央競馬会が発行した騎手名鑑において、富田は騎乗技術優秀、現在は体重もあるので、主に障害騎手として、同馬屋の名手本田騎手と双璧を成している。運動神経の発達した闘志旺盛のベテランと評されている。1957年、調教師免許を取得し騎手を引退。騎手としては、通算106勝を挙げた。同年3月に厩舎を開業。しばらくは年間一桁台の勝利数が続いたが、6年目頃から成績を上向かせ、1965年には大新富士が京都大障害を制し、調教師として重賞初勝利を挙げた。1971年にはスピーデーワンダーがダイヤモンドステークスを制し、騎手時代から通じての平地重賞初勝利を挙げる。同馬は、障害入りを前提に、関西の梅内敬三厩舎から、天馬屋してきたが、富田は、平地の方が向いていると見越して、ダイヤモンドステークスに出走させたものだった。1984年からは、鈴パレードが、厩舎の看板馬となった。同馬は、春のクラシック路線で構想しながら、中住義雄厩舎に、同馬種の鈴マッハがいたことで、ダービーの後からローカルの福島競馬場へ回されたが、そこで重賞2勝を挙げるなど活躍。5歳以降は故障休養を繰り返しつつも、中距離路線で堅実に実績を積み、1987年には宝塚記念を制し、富田ともども GI 競走初制覇を果たした。8歳となった1988年秋には、オールカマーを制して、重賞8勝目を挙げたが、この頃富田は大腸がんの療養のため厩舎管理を息子の和幸に任せていた。1996年、定年まで1年を残して調教師生活から引退。疲労感があったこと、スタッフが高齢化していたことをその理由として述べた。調教師としての通算成績は5681戦470勝。うち GI 競走1勝を含む、重賞12勝。括弧内は富田管理下における、優勝重賞競走。太字は、GI 競走。GI 競走優勝馬その他、重賞競走優勝馬その他の馬。ありがとうございます。